ここからは健康的で栄養バランスの良い食事がご自宅で手軽に食べられるナッシュとタイアップ、ウェザーニュースキャスターの川端明がランチタイムリポートをお届けします。まずはナッシュについて簡単にご紹介します。はい、こちらナッシュでは60種類以上のメニューからですね、自宅に届いたらレンジでチンをするだけで本格的な料理を食べられるということなんですね。美味しそうですね、これ見てもね。はい、後ほどこちら実食もしていきますが、まず今日はウェザーニュースに届きました皆様からのお昼ご飯のリポートをご紹介していきたいと思います。まず1通目いただきましたのは千葉市緑からいただきました日輪草さんです。ありがとうございます。冷たいものの飲食通気で弱った胃に白がゆということでおかゆを召し上がっているということですね。こちらコメントいただきました、ありがとうございます。そうですね、こう暑い日が続いていますので、ちょっとねこう冷たいものをたくさんこう飲むことが多いのかなと思います。まあ、そういったちょっと弱った胃に今日はおかゆを召し上がっているということで、少しこういったおかゆで今日は小休憩という感じですね。こちらリポートありがとうございます。続いてのリポート見ていきましょう。続いては東京都の墨田区からいただきました。今日のお昼、冷やし肉うどんを作りました。いただきますねということでいただきました。はい、冷やし肉うどんということで、すごいですね、ご自身でこう作ったんですね。そしてとってもこう美味しそうなうどんの上に卵と肉と、そして揚げですかね、そしてかいわれもこう乗っていますね。とても美味しそうなあの肉うどんということで、がっつり系ですけれども、ね、この後美味しくあのいただいて、そして午後の時間帯も元気に過ごしていただきたいと思います。この時間はですね、皆様からいただきましたこちら、ランチのリポートですね、まずご紹介してきました。そしてですね、今日はですね、糖質そして塩分に配慮をしましたナッシュのお弁当ですね、こちら実食しながらご紹介したいと思います。今日はですね、何かと言いますとこちらです。はい、こちらですね、はい、大豆ミートソースの生パスタということで、今日はこちら準備をいただいています。とてもこれあの美味しそうでして、私はあのね5分ほど前からこの準備をしていただいたんですけども、もう匂いがですねすごくこう香ってきまして、とてももう早く食べたい早く食べたいと思いながらこれ待っていました。はい、もうヘルシーと、きましたけれども、すごくこう美味しそうなこちら、はい、こんな感じですかね。はい、すごく美味しそうな大豆ミートソースとなっています。はい、それではですね、こちらの大豆ミートソース生パスタについて少しご紹介したいと思います。こちらの大豆ミートソース生パスタ、もっちり生パスタに大豆ミートを使った濃厚なミートソースを合わせました。リガトーニと呼ばれる土状の生パスタを使用しており、しっかりと噛み応えがあります。ミラクルミートの大豆とは思えないような旨味がポイントです。副菜はアーモンドがアクセントのオクラカリフラワー、ニンニク香るキノコバター、そしてペッパーキャベツですということですね。肉感あるとコメントもいただいてますけれども、脂質 10g 以下とは思えない満足度の高いプレートとなっております。はい、このようにとっても美味しそうなこう画面ですね、見ていただきましたけれども、今日これそうですね、どれからね食べていきますかね。副菜主菜とありますけれども、やはりこの主菜のね、大豆ミートソースの 生パスタがすごくこういい匂いがしていました。本当にお腹ペコペコなんですね。早く早くというコメントもいただいてますけれども、はい、こちらこの大豆のミートソース生パスタからこちら食べていきたいと思います。はい、こちらですね、早速召し上がり、いただいていきたいと思います。ですね、すごくいい匂いはしていますけれども、はい、これ大豆ミートソースということで、私実は初めてなんですよね。ちょっとこちら、はい、このようになっておりますけど、すいません、いただきます。じゃあちょっといただきます。
ますと、こちら今いただいたんですけれども、最初すぐ言葉が出てこなかったのは噛み応えがすごかったんですね。すごくこうパスタの噛み応えがありまして、こう味がこうじわっとこう染みてくる感じでした。本当に言葉の出ない美味しさですね。まさにそんな感じでした。そしてこの大豆ミートソース、先ほど私お伝えしたんですけども、初めてこの大豆ミートソースというのを食べたんですけども、これがね、この味がうまくこのパスタに絡んでいまして、本当に美味しいなと思いながら、こう噛み締めながらですね、ずっと食べていました。本当にこれ美味しいですね。はい、ではおかずもですね、ちょっと早速いただきたいと思います。おかず今度はどれから、こちら行きましょうかね。このようになっていますけれども、今日はオクラとキノコと、あとはこれキャベツですかね。はい、私この中で言うと男性の意見も貴重だからとご意見いただきました。ありがとうございます。はい、私オクラが好きなので、オクラからこちらいただきたいと思います。でオクラの方もですね、早速いただきます。失礼します。いただきます。すいません、先ほど手を合わせていただきますとするの忘れてしまいましたね。大変失礼しました。もう美味しそうですぐいただいてしまいました。いただきます。あ、落ちてしまった。じゃあこちらでちょっと、これね、あまりこう気の利いたコメントできないんですけど、本当に美味しいですね。オクラ本当に大好きなんですけれども、このオクラの何でしょう、このネバネバ感と、あと甘みですかね、これがですね本当に美味しくてですね、すいません、二口いただいてしまいました。もう一口いただいても大丈夫ですか。もう一口いただいても大丈夫、すいません。カリフラワーも一緒に、すいません、いただきます。なんでしょうね、ちょっと塩味もあるんですけれども、あと甘みもこう相まってですね、とてもこれ本当に美味しいです。はい、もう一ついただきましょうか。こちら今度はどんどんいっちゃえというコメントいただきましたね。はい、ありがとうございます。こちら今度はキノコ、こちら召し上がっていきます。はい、いただきます。キノコいきますと、はい、結構しっかりとしたキノコですね。これ大きいですね、キノコね。いただきます。あ、こちらのこれキノコはこれガーリック味になってるんですか、ニンニク香るキノコバターということですね。すごくこの甘みと、キノコのちょっと甘みがあるのと、あとはですねこのニンニクの香りがですね相まって、これも本当にベストマッチですね。美味しいですねこれ。はい、すいません、ちょっと今日は言葉が、まずはちょっとしっかり食べてからにしましょう。これ もう少し食べていいですか。あ、大丈夫。あ、そうそう、デザートにというコメントも来ましたけれども、すいません、もう少しだけキノコいただきます。はい、ありがとうございます。はい、とっても美味しいですね。担当食べというコメント、足りるか、もう一ついるということで、ちょっと時間がですね、私たくさん食べてしまって押してきてしまっているようですので、本当はもっと食べたいんですけれども、はい、一旦主菜と副菜はここまでということで、今日はなんとですね、はい、今コメントでもいただきましたけれども、デザートもあるそうなんですよね。こちら今度はデザートの方を見ていきたいと思います。はい、デザートがですねバナナドーナツということで、こちらも少しご紹介をします。素朴で優しい風味かつ甘みもしっかり感じられるおからを使用した焼きドーナツです。ふわふわの生地にチアシードのプチプチ食感がアクセントになっており、バナナの旨味もしっかりと残っています。チアシードはお腹の中で水分を吸収し、約10倍の美味しさに膨れ上がるので、このドーナツ1個でも満腹感を感じていただけますと。そしてこれモンドセレクション2022、
優秀品質銅賞を受賞したということで素晴らしいですね。はい、それではですねこちらのドーナツですね少し見ていきたいと思います。早速いただきたいと思います。バナナドーナツですね。ちょっとあのこのようにありますとコロッといってしまうかもしれない、これくらいで失礼します。バナナドーナツですね、今日いただきます。こちらも早速ですねいただいても大丈夫ですか。こちらはちゃんと手を合わせてですね、すいません、いただきます。はい、いただきます。こちら失礼します。ちょっと手でいかせていただきますね。はい、はい、これもですね一番こう、あーいいなーって、このバナナの香りですね、バナナの香りがすごくしてですね、本当にこのバナナの甘い香りがこうふわーっとこう漂ってくる感じで、ちょっと私の目尻もねこう下がってしまうような、そういった本当にこれ美味しいやろうというコメントもねいただきました。本当に美味しいです、美味しいです、これ本当に美味しいです。本当に美味しいです。はい、これもう少しいただいても大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫ということで、じゃあすいません、もう少しいただきます。改めていただきます。はい、これバナナのですね甘みも本当にうまみもありまして、しかもこれでいてあの低糖質っていうところは本当にこれすごいですね。本当にもう番組を忘れてしまうような、そういった今日はもう美味しさで、あのもう全部食べちゃい、全部食べることねあっという間に多分できますけれども、ちょっと今日はお上品に食べさせていただきました。これ本当に美味しいです。はい、皆様からのコメントを見ていきましても、これは牛乳いるなというコメントをいただいてますけど、ちょっとねあのドーナツでこう少しパサパサっとするときもあるんですけど、このドーナツの場合そんなにこうパサパサ感もなくですね、あのどんどんパクパクとこういけるような、そういったあの美味しさでした。こういった今までいただきましたこのナッシュのお食事ですね、こちらは自社専属のシェフ、そして栄養管理士の管理栄養士の方がですねメニューを調理開発していただいておりまして、また美味しさにもこだわっているということです。レンジでチンをするだけで自宅で本格的な料理を食べられます。忙しくて自炊はできないけれども健康なご飯を食べたい、そして自炊だと食材を余らせてしまって逆にちょっと割高、そういった方にですね、ぴったりかもしれないですね。さらに今回はですねこのウェザーニュースライブとのタイアップということで、こちら準備しております。ナッシュさんから期間限定で初回購入のみ全セットを3回目までですね1000円オフでご購入いただけるそうです。これならお試ししやすいですね。皆さん簡単に美味しい料理が食べられますよ。こちらの私たちが写っている写真はYouTube の概要欄もっと見るというところをタップしますと表示されます。こちらのもっと見るをタップしないと、ページの URL が表示されませんのでご注意ください。このもっと見るというところをぜひですね表示していただき、こちらご利用いただきたいと思います。改めましてナッシュさんありがとうございました、ね、本当に美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ここまではウェザーニュースキャスターの川端が明がお伝えしました。ありがとうございました。